さあ今日はいよいよ準決勝か。クククク、優勝するのは俺たちさ。なんだこの登坂は。お前たち同様準決勝に進出したサッカー野球部さ。はあ、サッカー野球部？サッカーか野球かはっきりしろよ。クククク、俺たちは才能豊かなんでな、どっちでも世界一を狙ってるのさ。どうせ足が速いだけのチームだろ。行く、それはどうかな。はいはいはい、ユーは邪魔ね、ユーはドゥドゥルドゥは網の中に引っ込んでなさい。また変なやつが出てきたぞ。お前は何者だ。ミー、ミーはユーのネクストエネミーのブリティッシュピンキーズのキャプテンです。え、俺たちの相手はサッカー野球部だろ。はっは、我がライバルよ、決勝で会おう。戦いもしないで挨拶だけしに来たのか。何なんだあいつは。ほうほうほう、ノーウォーリー、ユーはどうせユーたちは決勝には行けません。この試合がユーたちのデッドエンドなのです。決勝近くになって敵は色物ばかりかよ。まあいい、サッカー野球部だろうがブリティッシュピンキーズだろうが US スーパーヒーローズだろうが、俺の邪魔をするやつは誰一人許すことはできない。こいつら緩い球投げるから、あ、抜けて。よし、これを狙っていきましょう。フォーク、スローカーブあたりをちょっと狙っていきます。まあ2点差なのはちょっときついけど、全然ノープログレム。おら、あー、これちょっとダメだな。次の青野に託しましょう。4番の意地見せろ。くそ、ちょスローカーブ狙っていくわ。緩い球を打ち砕く。どうした、何、しかしここは、あー、ワンアウトだけか。結構深く守ってやがったな。抜けたと思ったんだけど、ここも守り結構硬いからな。ここどうしろ。マリオピッチ入ってるか。ボール、うわー、ミスった。もう最悪振ればよかったか。うわー、もうここで1点は返さなきゃいけない場面だった。ほんまにやりました。センター取れ。 OK、 諦めるにはまだ早いだろ。さあここショート、やばい、間に合うか、大丈夫か。始まった試合は最後までやり通す。決して本当にね、負けそうな試合であったとしても。6番からか。うわ、これフェアでしょ、入る。惜しい、今の入って欲しかった。抜けろ、エラーしろ。あー、ダメか。スローカーブだな。あー、振っちゃった、高めの球。まずい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 。くそ、ほら、これワンチャン長打。うわ、無理か、まずい。最終回しか残ってね、終わっちまうか。こんなとこで終わっちまうのか。グレゴリオ、くそ、俺ここに正直あんま負けた記憶ないんだけどな。取れ、 OK、 負けたらもうリセットできないから、もうこのままやるしかない。セカンド、 OK、 小峰頼むぞ。うわ、代打出してもいいけど、出さないか。もう外野前進してるからこそ長打を放ちたい。うわ、ファール、オッケー、抜けた、ナイス。お前ら続け。うわ、大谷翔平みたいにこの WBC 準決勝のあの、万歳選手の高ぶりを俺が、やばい、ゲッツー、決めて、セーフ。うわ、まだだ、まだ終わっちゃいねえ、俺に続け。クソ、
ピッチャーである小見が打ってんだ。だが打てねえわけがねえだろ。やばい、うわあ、間に合わねえか。しかしここでホームラン打てばまだわからない。本当にボール球は振らないことだ。抜けろ、エラーするバグリア、走れ、セーフ、ゴール。よくやった、やっぱ頼りになる足だわ。いけるぞこれ。あ、でもこれスローカーブだからセーフになるわ。ゴール。お前さっきの足どこに行っちまったんだよ。今バットも振ってやったのに嘘でしょ。なんでだよ。何をしてんの。